玉垣です。ちょっとまだね、下の周りが悪いっていうのか、新しい生態になじないっていうのか、まあちょっと違和感がありますね。なんか声が細くなったような気がして、まあこれもしょうがないのかなと思うんですけども、とりあえずは、 喋りやすくなりました。他人との会話であまり聞き返されなくなりましたし、電話でもなんかスムーズに話せるんですよね。やっぱり声帯が動かないってことは本当に声が出ないってことですから、これはちょっときついですね。うん。 まあ僕なんかね、まあ声戻ったからいいようなもんなんですけど、つんくそはね、大変だと思いますよ。今いくらね、その科学が進歩しようがね、医療の進歩しようが、喋れなくなったものを喋れるようにするっていうのは本当に難しいことで、うん。 まあ僕の場合はね、こんな病院に若いうちにかかっちゃってアンラッキーな気持ちでいたんだけど、でも考えてみればその中にラッキーがいっぱいあるんですよ。何気なく、本当に何気なく歯医者行って癌が見つかって即入院手術、 で、2回目はどうも下がおかしいなと思って、早めに受診したらこれもがん再発ってことになって入院手術ですね。で、今ね、まあ、その時の傷はそうが、まあ、口の中から、この顎の下まで穴が開いてるんですよ。本当は塞がってたんですけど、 放射線治療で放射線浴びてるので、皮膚がもうね、もろくなってしつかないんですよね。うん。それはね、まあ、何点自分は何点だけど、別にこれは、塞がなくても増殖となりに、まあ、そこは8がいいんで、それはもう、それでいいんですけども。うん。まあ、 やりたいことはいっぱいありますんでね、まだまだ頑張りたいと思ってるんですけど、まあ、そのためにはやっぱりね、体が大事なんですけども、僕がいつも、ゴーホーブロックってやってるでしょ。あれは、プロレスラーのマサ・タイゾウさんが昔、生きてた、 ですよね。マサ・タイゾウさんがこの間先日亡くなりましたけど、うん、その時の敵よっていうか、マサ・タイゾウさんが一座の言葉なんですね。ゴーホーブロックで、それはどういう意味かというと、当たって砕けろっていう意味なんですよね。当たって砕けろ、うん、もうどんな強いやつでも 当たってぶつけてる、砕いて砕けてやるわって、まあ一種の表現っていうのか、うん、最初ゴーホーブロックって言いた時は、まあぶちかましてやれみたいな意味でとってたんですけど、まあそのゴーホーブロックは腐って当たってくだけよ、 うん、それはそれで重みのある言葉だなって思ったりもするんですけどもね、うん、まあやっぱり人生そんなもんでしょ。人生楽はいって言えば苦はいって言いますからね。 楽ばっかりは知らないですけど、うん。
逆にね、そういう合法ブロックみたいな状況になれば得るものも多いし、体験として深みが出るしね、人間として味が出るんじゃないかなとは思ってるんですけど、だから僕はそうなとは言いませんよ。僕はそんなのその辺にいるおっさんですから。でもまあね、まあ話してないか分からんけど、やっぱりやってみないか分からないでしょ。当たっていくだけで見なければね、こんなの絶対無理だと思っても、やってみたら案外いけたとかね、あるんじゃないですか。まあ難問題っていうのは僕にとってはまだまだありますよ、人生においてのね。そんな簡単な話では終わらないようなことではあるんですが、とにかく合法ブロック当たっていくだけだ、それが一番かな、一番知るか、それしか平凡な人間の生きる道はないんでしょうね。それ逃げられたら逃げたいですよね。逃げられない時っていうのは、まだ自分だけじゃなきゃしょうがないですよね。まだね、自分の声に慣れてないから、か細くなったような気がして、なかなか声を戻すっていうのも大変だなと思ってるんですけど、まあ、だから、この間手術するまでは、動画には全て字幕入れてたんですね。字幕入れてたんですけど、もう今日からは字幕なしで、まあ、ゆっくり丁寧に喋っていきたいなと思っています。まあ、編集に時間かかるのもあるしね。それなら何本も出した方が自分的にも嬉しいし、まあ言えば YouTube の動画っていうのは僕にとっては日記でもあるわけで、あの頃何してたっけなと言えば、その頃の動画を見ればああというふうにね、思えるし、とにかくまあ人それぞれですよ。僕は認知療法っていうのをね、受けたことあるんですけども、認知って何やって思ってたんですけどもね、人それぞれ考えが違うっていうんですよね。はい、でもみんな精霊すれば精霊するし、右になれって右になるなれになるし、考えること一緒じゃないのって思ってたんですけど、その認知療法を習ってから、ああなるほどなというふうに思うようになりましたね。認知療法っていうのは結局人はそれぞれなんですよ。 A 君がいて B 君がいて、これ全く別なんですよね。 A 君がよしと思っても B 君はいや俺はダメだと思ってなるし、二人して一緒になって突き進めれば一番いいんですけど、やっぱり10人になってきたら、いや俺はやめる俺もやめるってなってきて、考えが違うんですよね。同じ考えの人って、大まかに言えば同じ考えの人もいますけど、だけどもう何でしょう、その全く根元まで一緒の考えの人なんていないんでしょうね。だから10人登用していますけど、10人いれば10色の色があります。そんな、それがまあ現実だと思うんですよね。でも今の境遇に満足できないから努力する、もうどうでもいいやつ持って何もしない、
まあ、いろんな考えがあるんですけどね。まあ僕の場合は、まあ、できる限り広報ブロック当たっていくだけでやっていきたいと思います。今日は突然、まあ、昼間の動画なんですけども、さっきか 病院から帰ってきてちょっとのんびりしてましたんで動画を上げました。そういうことです。ゴーホーブロック、僕これ忘れた、ゴーホーブロック効果、当たっていくだけですよ。みんな当たっていくだけましょう。あとはどうにでもなりますね。そういうことで、とにかく今日はリハビリを感じの動画でした。それじゃあバイバイ。